皆さん、こんにちは。電子空物、行和です。前回、前々回の、小屋を作っていったわけなんですけども、この小屋で何がしたいかっていうと、火を使った実験がしたいわけです。というのは、前回の動画で述べたわけなんですけども、でも当然ながら、せっかく作った小屋を、火事にしたいわけではないので、耐火性の検証を、行ったということになります。具体的には、小屋の中で火を起こして、でそれで様子を見たりしようかと考えてたんですけども、それだとつまらないんで、今回はアルミ缶を DIY で溶かして見せようと思ったわけです。そんな感じで、実験をしつつ、小屋の防火対策を検討していく感じです。で、金属を高温にしたい場合っていうのは、相応の設備が必要になります。今回は土で内張りしたバケツに木炭を含めて、それをブロワーで送風しながら木炭を燃やす感じです。超簡単ですね。ブロワーはスピードコントローラーを取り付けて制御します。じゃないと、炉として機能しないわけです。スピードコントローラーっていうのは、モーターとか照明とかに加わる電圧を、制御することで、その、モーターとかの出力をコントロールするっていうものになります。DIY で使うものなら、大概使えますね。てか、ホームセンターに売ってあります。炭素交流モーターとかそういうものは、使えない感じですね。で、これが実際の様子なんですけども、まずはこんな感じでセッティングしていきます。アウトドアが好きな人は、お馴染みだと思いますけども、焚き火は、焚き付けは消し炭を使います。というか、今回は全体的に消し炭を使ったわけですね。あんまりこう、出費したくない。こんな感じで、ガスバーナーで全体を炙った後に、ブロワーでこう弱めに送風していきます。こんな感じです。で、炭を炉に入れ、残りの炭をこう、炉に入れ終えたら、そのブロワーの風量を上げて、炭全体に火が回るようにしていきます。今回はこう、壺にアルミ缶を入れていくわけですが、壺に使えそうな日用品は、当然ながら、あんまり少ないです。使えそうなものとしては、肉厚が1ミリ以上の鉄とかステンレスの容器になります。今回は100均とかにある、鋳鉄製の鍋を使いました。多分肉厚は2、3ミリくらいあるんで、結構心強いですね。日用品としては。そして、火が回るとこんな感じになります。画面では伝わらないかもしれませんが、かなり熱い。ちなみに、この、先ほどの鋳鉄製の鍋ですが、こんな使い方をすると、がっつり熱膨張して、容器全体が膨らんで、それで付属の取っ手が、取れるので、結構危ないですね。それなので、適当に、針金とかで取っ手を作っておくといいと思います。それで、ルツボが十分に加熱されてきたら、アルミ缶を入れていきます。最初は溶けるのに時間がかかるんですけども、一旦溶けてしまえば、あとはすんなり溶けてくれます。
で、溶けたアルミはこれくらいの大きさになってます。まあ、今回の実験では、まあ、結構派手に火の粉をかけさせてみましたが、まあ、小屋の耐久性については現状問題ない感じですね。あまあ、今回はただアルミ粉を溶かしただけですが、これを型に流し込めば DIY 的にいろいろ剥がれることが、まあ、わかりました。まあ、今回はバケツに土を打ち張りした、まあそういう簡単な炉でしたが、これから本格的なものを作っていって、まあ、鋳造やら鍛造やらできるようにしたいなって思って、まずは据え置き型の汎用的な加熱炉が欲しいです。では、ご視聴ありがとうございました。